はい、こんにちは、もみけんです。今ですね、サバの3人いるんですけど、ここなんとね、律儀にね、みんなこう並んでるんですよね。こう、他のね、サーバーの1と2っていうのは、まあこんな感じじゃなくて、わちゃわちゃしてるんですよね。こう、今、メギストリスの、サバ3のメギストリスに来てるんですけど、この方がね、もう独占してんのかな？この一番先頭の方がね。いや、ほんとね、サバ1と2に関してはいっぱい人がいるんですけど、ここに関してはもうほぼ独占で、もう綺麗にね、絶えず10人から15人ぐらいの方がね、ずらーっと並んで美しいね、列を作って、3000かな？この方が今出してるのが、ファンキードラゴンの50匹。で、ほぼ3万で3000ゴールド。これすごいですよね。ほぼ独占、ほぼっていうかね、ライバルがね、誰もいなくなるぐらいのね、まあ、素晴らしいっていうか、運でしょうけどね。運とはやっぱ、名声値を上げてきただけあって、タイミングが合えばね、これ一人3000なんで、ここだけでね、2、4、6、ハノート、ここだけで3万とか、常に3000、3000、3000って入ってくるんですよね。これすごいっすよね。一発当てれば。なので、サバ1とサバ2ってね、集めるのが普通なんですけど、サバをね、若い方、まあできれば3、4、5あたり。で、こういう風にやってもね、面白いかなと思いますね。これすごいっすよね。3000で1人取って、それで回せるってなったら、この人結構、何の列ですかって。ああ、こうか。まあ、この列はすごいっすね。まあ、こんな感じでね、ほんとうまうまのね、感じで、一人3000も取れればね、ほんとすごいっすよね。まあ、こういうパワーを秘めたのが、サバ1メギストリス。まあ、サバ1じゃなくてね、1ではなくて、ここが3なんですけど、かな、で3000だったかな。すごいっすよね、こんだけしっかりしてると。で、招待されるんで、でね、忘れずにありがとうございますと。いやー、感謝感謝ですね、ほんとね。僕今日でも見てないな。あ、自分でも結構いいのあったんだ、今日。あ、これでも、これあれかな、自分のかな、別の人のかもしれんな。これもし自分のだったら、これ自分でいけましたよね。まあ、これをね、受注してと。だからね、皆さん、僕ね、この間、忘れてたんですけど、自分のもね、見た方がいいっすよ。時々いいのあるんでね、自分用で。仲間を抜けると。すごいな、これ、ほんと。はい、じゃあ、まあ、以上で、このサバ3でね、まあ、若い方の順番、1、2だけじゃないよ、っていうふうにね、若い方でもこうやればね、面白く稼げることも、たまたまかもしれないですけどね、できますんで、よかったらね、自分の、まあ、サバ1、サバ2に行く前にね、このポーポラに話しかけるとか、街の中にいるね、キャラに、話しかけて、一旦自分のやつも見てもらえば面白いのがね、もしかしたらあるかもしれません。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。失礼します。